でん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 、俺はヨハネス・ブルクスぜ、こんな旅は長いぜ。またはい、どうも、今回はヨハネス・ブルクへの旅を紹介したいと思います。はい、今日これこの黒人目が回ってしまいまして読んだんだよね。でこれは2005年の課題図書になってます。はい、これはあれじゃない、2100万年内容はどんな内容でしたか？戦争が行われて南アフリカの戦争は行われてないよ。え、戦争行われてたじゃねえか。違うよ、南アフリカでなんか差別問題だね。そうだね、白人国の白人と黒人の差別ね。なんでここは黄色人なんだろう僕たち自分で白人だと思ってた本当？アジアの人はね、黄色人種って言うんだよ。黄色？うん、黄土色？黄土色じゃないけど、ちょっと真っ白ではないじゃんね。頑張れ頑張れ頑張れ。はるちゃんさ、そのさ、今からだいたい100年くらい前の話だよね、始まったのが、その差別が。で、なんて言うんだっけ、その差別の名前を。差別あから始まります。赤い差別、アパルトヘイト。あ、正解アパルトヘイトです。はい、はい、アパルトヘイシね。これはるちゃんさ、このお話の国どこですか、その地図で。南アフリカです。てってけねー。どうですか、南アフリカ共和国。てってけねー。しませんよ、しませんよ。とっても暑いところですね。てってけねー。ヨハネスブルグは真ん中ですね。あちゃん、どう、この写真、下の黒人のおじさんが顔を怒ってる写真見て、どういうふうに思う、これ。悲しい。悲しみがね、よく出てるね。あちゃん、その上の写真はビーチの写真です。これ、ここにはね、白人専用の。そう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 。その時はその乗り物ね、バスとかもそうだし、ビーチもそうだし、公園もそうだったんだよ。白人の人と黒人の人を同じところ使わせてくれなかったの。どう思いますか？黒人用と白人用があった。そんなことわざわざ分けてたんですね。どう思いますか？もう一社が人間なんだからさ、ひどいよね、あんまりだよね。それだけは。そう。でもね、これがね、なんとね、はるちゃんね、1994年ぐらいまで続いてました。君が生まれたのは2005年だから、だいたいそうだね、10年前ぐらいまでこんなひどいことが行われてたということだね。そんなことしちゃいけないよね。いつの間に真面目にやったらどうですか？不正そうですか、はい、で、はるちゃんさ、でその法律がなくなったんだけれども、実はね、あんまりね、この国その後もうまくいってはないですね。失業率は3割。3割って分かる、はるちゃん。10人のうち何人が失業してるんですか？失業って？お仕事がないことです。ホームレスみたいな感じかな。ホームパイを食べてホームレスになって、うん、今日そんなこと言ってたね。10人のうちはるちゃん3割ってことは3人お仕事ついてないんです。お父さんお母さん困っちゃうね、そんなんだったらね。ワリオ大統領ね。はははは。で、はるちゃん真面目に聞いて。で、黒人の中から結構200万人規模のね、結構裕福な人、お金持ちも増えたんだけれども、200万、その代わりだよ。その代わり貧乏な人も2倍に増えちゃってね。とてもまだこの南アフリカ共和国という国は君みたいにね、贅沢できないです。とても厳しいです。どうもボンバーですね、この女の人は。どうもボンバーですという名前です。ボンバーです。真面目にしたらどうですか？アフロですからボンバーですはい、というわけではるちゃんね、これはるちゃんさ、何でもそうだよ、差別とかしちゃいけないんだよ、わかるね。容姿だとかさ、そういうことで人を判断しちゃいけないよね。うんうん、わかりますね。はい、では動画を閉めてください。お母さんは家政婦だったそうです。あ、そっかそうだよね。お母さんヨハネスブルクで何してたんだっけ？家政婦の仕事。そうだよね。見た？家政婦見たですか？見ただよね。そうだよね、家政婦の仕事。本当にそれ見たですかねそれも最終回面白かった、見たでね。これなんだっけ、ナルディと弟のティロと一緒にね、生まれたわけじゃない、ね、そのヨハネスブルクで働くお母さんを連れに行くお話なんだよね。でそれもさ、優しくないみたい。妹がさ、もう死にそうだっていうのにすぐには返してもらえなかったんだよね。ね、
本当にこの頃の黒人の人たちは大変だったな。君はずっと優しくいてくださいね。OK 優しくなりたい。 OK ですか。私たちはイエローモンキー、はい、本当にイエローモンキーっていうバンドあるけどね。なんかありますね。はい、じゃあ締めてください動画を。ドスドスゴジラゴジラゴジラシンナさよなら。さよなら。